拍手でお迎えください <laughs> まず初めに主人公一意文役深川麻衣さんですはいこんにちはあの一意文役を演じさせていただきました深川麻衣ですあの今日は上演までのちょっと短い時間ですが一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいですよろしくお願いします ありがとうございます。続きまして、ふみの中学の同級生、湯浅田もつ役、山下健次郎さんです。はい、えー、山下健次郎です、えー。今日は足元悪い中お集まりいただき、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。続きまして、本作を手掛けられました、今泉力也監督です。 えー、ありがとうございます。えー、足元の悪い中、ちょっと自分も長靴で来ちゃいましたけど、<laughs> えっと監督してます。今泉力也です、えー。短い時間ですがお付き合いください。よろしくお願いします。ございます。ね、福川さんと山下さんね、もうあの二人、監督がまさかの長靴できたっていうのでね。<laughs> びっくりです、ね、着替えるのかなと思ったら、<laughs> はい、まさかこのままこちらまで来られて。<laughs> 私たちもちょっと長靴で来ればよかった、はい <laughs> ち。ちょっとびっくりしますね。<laughs> はい はい、ちょっとでも、みんなが、それでいいよ、監督はって言ってくれる、温かいスタッフが後ろに。そうです、ね、キャメラ的に、強制的に着替えさせられないっていう優しさが感じました。はい。やっぱり優しいスタッフに囲まれて、はい、ちょっとまた、雨の日の撮影のことも、じゃ、後ほどお伺いしたいなと思います。はい、本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ます <laughs> さて、皆様、本日、こうして、ワールドプレミア、ということで。東京国際映画祭での上映となるんですけど、皆様、あの、レッドカーペットも。 歩かれたということで福川さんもね緑のとっても素敵なドレスであありがとうございます、ね、いかがでした<の>ちょっと初めてだったので、うん とりあえずはちょっと転ばないように、ドキドキしながら歩いたんですけど。えーはい、でも、すごく会場が盛り上がっていて、本当に楽しかったです。<ー>はい、山下さんも、本当かっこいい、またスタイルで、ご登場されましたけど、ねあ。ありがとうございます。ね、あのー、僕も、レッドカーペット初めてだったんですけども。うん、まあ、その、まあ、素晴らしい舞台に、こうやって参加できたこと、本当嬉しく思います。ありがとうございます。はい、監督、そして、監督も、もうね、いろんな映画祭にも出られていて。いろんな作品ありましたけれども、こうして、今日、ワールドプレミア、どんなお気持ちですか。いや、その。キャス ストもそうですしともと知っていた方とこういう作品をまたしかもオリジナルで本を書かせていただいてしかも本当にその内容にも2人がすごくこう親身になって一緒に話したりして作っていけたことがすごくありがたいですし、はい、まあもちろん作ってる段階では映画祭でお披露目っていうことももちろん決まってなかったのでこういう場でお披露目できることをすごく光栄に思います。 ありがとうございます本当にあのお二方のこう魅力があふれる本作を仕上がりましたけど監督から見てこう本作どんなふうなうう仕上がりといに今までもその恋愛ものというかちょっとこう不器用だったりとか真面目すぎて考えすぎてしまったり奥手だったりみたいな人を描いてきたんですけどまた今回もちょっとそれにまた結婚というテーマが盛り込まれたりしながらあの深川さんが演じる女性がちょっとやっぱり真面目すぎていろいろ考えすぎちゃうような。 あのずっと同じ人のことをこう好きでい続けるっていうことについて、えー、をちょっとしたテーマにしつつあの深川さんがその役を演じていてであのその同級生の保つは逆にあの結婚して別れたりしているけどまだ奥さんを思い続けているっていうようなことからこう同じ人と、まあ、そういう時とか自分も結婚はしてるんですけど同じ人を好きでい続けるっていうことについて何か話を書いていったっていう物語になってます。 ありがとうございますそ,うそして深川さんは一井みという、ね、パン屋で働く女の子を演じられましたけど、はい、それこそまあちょっと不器用なところもあって人の女性の皆さん共感するところもたくさんあるんじゃないかと思ったりするんですが、はい、で今回、映画初出演、初主演、うん、やっぱりプレッシャーもちょっと。そうでですね、うん、あの撮影にに入る前までは本当に、うん かなり緊張もしていましたし不安もあったんですけど始まってしまってからはもうとにかくその今泉監督の作る世界の中でふみっていう女の子が不器用なりにもこう相手と自分と向き合っている姿が見てる方に伝わればいいなって思いながらやらせていただいたんですけどはい緊張しまし,た緊張しました <はい S 2> でも監督、こういう雰囲気の方だからそんな怖くなかったうですね、すごくあの。 監督の持つ、なんていうんですかね、人柄とか、あったかいので、うん、すごい本当に、話し合いながら。一緒に作らせていただいたなって思います。山下様、本当に、あのー、こう、ジーンとくるシーンもたくさんありましたけど。はい、現場は、どんな雰囲気でしたか。現場は、うん、ほっこりした。うん、<laughs> 現場でしたよね。<laughs> ほっこりしてました、はい。まあ、作品がすごい、うん、なんていうんですかね。キュンキュンくるというか、ほっこりくるというか、うん、そういう雰囲気の。 現場だったんで、ええ、でもいろいろ深い話は、はいろいろ福川さんともしましたし、うん、監督ともしましたし、うん、作っていく上で個人としてはこの今回初めてチャレンジするような役だったのでそうなんですよね普段あの全然こう体験したことないような役柄だったので、はい、そこをどうやって自分なりにこう引き出すかっていうのを。 考えながら、監督と、まあ、深川さんと話しながら、作っていきました。はい、ちょっと、こう、戦ったりとかね、アクションしたりする感じでは、今回全然違いますもんね。そうですね。あの、決して人を殴ったりとか。ないですもんね、ここね。おらついたりとか、バイク乗ったりとかしないですね。してないですね。はい、しないです。でも、お二人、共演は初共演と聞いてますけど。はい。ね、いかがでした、お二人、いろいろお話、撮影中など。そうですね。印象。いろいろおっしゃよね。そうですね。しましたね。 あの二人ともやっぱりその女性グループから来られてるで僕は男性グループからねうん来ら来られてる来られてるえ来られてらっしゃいますわけじゃないですかおしになってますはいねいろいろそのグループあるあるの話だったりとかあ分かるわとかねいろいろしましたしそれ聞きたいですね私たちもね基本的に僕は愚痴ばっか言ってたんですけどいやいやいやそんなことはないんですかもう川川さんはもう本当にもうねあのネガティブなこと一切言わないから素晴らしいなって。 僕が常に悪者でしたね、なんかそんなことないんですけど <laughs> 素晴らしいです本当でも、福川さんもね、はい、もいつもキレッキレのダンスをね、山下さんですけど、はい、普段は撮影現場、どんな感じの方ですかお会いするまでは山下さんもすごいクールなイメージがあったんですけど、うん、その休憩時間にバス釣り バス釣ズリーの話をすごい熱心に語っていたりとかすごく本当に明るくて現場を盛り上げてくださる方だったので全然興味の話をねずっとね言ってたんで本当ごめんねなんかいやいやいや面白かったです撮影期間中休みとか釣り行ったりはしてたんですか行ってました行ってた聞いて本当に好きなんだって話を本当にお好きなんですねそうですか上がってましたもねパンとバスとのバスがバスの方なんじゃないかみたいな情報が上がったりして ね、釣りのモードでブラックバスとかそういう感じのとかね。はい、なるほどね。でもバスの運転手さんですからね。そうです皆さん間違いのないようにというね。ところですけども。でも監督、それこそその雨の撮影などもあったりね。ま本当に劇中ちょっとだけ出てきたりするシーンもあるんですけど、やっぱそういう時もなんかなですかね。もうもうすごいこう。撮影。本当にその。 役者をずっっっとやててきたっていう役者を一筋でその話ちょっと前にもしたことあるんですけど役者を一筋でやってきた人の魅力もあるけどやっぱほかのことをされてる人のその引き出しだったりとか魅力がすごくあって。あとと柔らかかいというう自分もこう 頭にすべてあってそれを全部やってくださいっていうよりはその一緒に考えながら作っていったりしたいタイプなのでそういう話をしても相談に乗ってくれたしなんかそれを不安に思わないでくれるというかでその雨の日とかもそういう状況下でももちろんあの結構、傘をさささないだったりとかその時のある芝居についてもその場で決めたりとかいろいろしてたんですけどそういうことにも柔軟にすごい対応してくれてたのを覚えてますね、うん、う福岡さん、それはそれでこうやっぱりライブ感があってというかこう楽しいことでしたか、はいうん ね、うん、その映画を作るっていうこと、自体も初めての経験でした。うん、だったので、うん、なんかこうやってそういうちょっとした。何て言うんですか？アクシデント的なことも逆にすごく勉強になるというか楽しかったです。うん、はい、山さんいかがでしたか？今泉監督の現場は監督の取り方がですね。うんうん、あの長回しがあったりとかして、うん、結構独特の雰囲気が流れる瞬間があったり、うん、あとやっぱこう。セリフとセリフの間をすごく大事にした、うん。 っていうか、うん、その間で何か訴えかけたりとか思ったりとか、うん、そういう表情一つだったりとかすごくなんかこう役者としてもなんかこの作品に出て一つなんか自分のレベルが1個上がったような、うん。 上げていいいたただよううな感じがしまますすねありとござ監督本当に本作って美しいシーンとかも素敵なシーンがたくさん散りばめられていてしかもその深川さん山下さんのいろんなその繊細な表情で私たちはいろんなことをこう想像したり感じたりすることができたんですけどやっぱりそそのあたたりりは意識された部分がありましたかそうですねそのやっぱり恋愛物って今いろんな映画があったりもちろん原作の,あのキラキラしたような映画とかもたくさんあると思うんですけど自分がそのオリジナルで恋愛物をやってる時ってこうもっと あの別に皆さんの恋愛が今ここにいる皆さんの恋愛がキラキラしてないとかじゃなくて自分,自分も分からないんですけどやっぱそのちょっと作り物みたいなことでもないその本当に自分たちに近いような恋愛の話をやっぱり作りたいっていうのがあってそれをお二人に演じてもらう時にやっぱり。 美しかったりそのかっこいい部分を逆に落とすところとか、うん、その本当に一員の人に見せるっていうことをすることでより今おっしゃっていただいたようなあの逆にそれが美しく見えたりキラキラするようなシーンになるのかなっていうのは意識的にやっていてでも今話していて思い出したんですけどやっぱ山下さんがあるシーンでまあちょっと鏡越しに手を洗うみたいなシーンの時にテストの時から何回やってもかっこよくなっちゃうみたいなのがあってちょっとまだかっこいいですねみたいなのは何度か。 にじみ出ちゃうんだかっこよさが。うん、かっこいいですね。何回もそれはないです。大丈夫です。全然全然。だからそこもぜひ注目して。なるほど。でもやっぱりかっこいいねっていう。感想になると思います。けどでもあれはなるべくかっこよさをそぎ落として頑張ってそこにいる。そうですね。感じなんですね。褒められてるような褒められてる。ようなかっこよくなってるとことかは、でもやっぱ。 それははやっぱり気にしたりはしましたた。ま、うん、だから普段のことというかそのやっぱり活動としてのを知ってしまってるからこそそ,のそれは役というかそっちに本人にもちろん近い部分を設定したりいろいろやりながらですけどその役にお互いするよってもらったりみたいなことはたくさん。でさっきのあの自分の作品の空気とかみたいな話でいうと。その 作品をやることにあたって過去作とかは多分見てくれたりとかしてすごくそこもあの一個見るだけですごく理解ってあの話すことよりも早かったりするのでそれはすごいありがたかったなと思います。うんうん、すありがとうございます。福川さやまささん本当に新たな一面がたくさん見れるんじゃないかなと思います。この後の上映本当に皆さん楽しみにされていてください。それではご質問の方は私からまここまでとさせていただきまして本日来場くださいましたメディアの皆様からのご質問を受け付けたいと思います。どなたかご質問されたい方いらっしゃ ございますでしょうか。はい、えっ、ー、とまずですね、あの深川さんと山下さんにはあのもう海外でもご活躍ですけれども、海外の不安の方に向けてメッセージをお願いできますでしょうかというまずご質問がありました。はい、じゃあまずお二人に答えていただきましょうか。ははい。はい、あの私乃木坂46というグループにいたんですけど。 あのグループを卒業してもいまだにこう変わらずに皆さんやあの海外のファンの皆さんが応援してくださるっていうのは本当にありがたいことだなと思っていて、ま、たどういう機会になるかわからないんですけどそういう応援してくださっている海外の方にもいつか会いに行けたらいいなと思っていいいまますす、はい、これからもよろししくお願いしますありがとうございます。 山下さんいかかがででしょうかそうそすね普段あの、まあ、3代目 JSOULBROTHERS として活動するにあたって音楽とかはやっぱり絵画意識したりとかして、あのーまあ、発信している部分があるので,で今回もこう映画で個人としてこうやって注目していただけるのは非常に嬉しいので、えーあのー、なんていうんですかね、まあ、そういう部分を見ていただいたりとか、まああのー、引き続き。 あの、もっとこう海外に発信できるように、もっと自分をちゃんと。あの、精進して頑張っていきたいなとは思っております。はい。ありがとうございます。そして、監督ごめんなさい、ちょっと監督への質問が聞こえなかった、監督は聞こえました。はい、聞こえました。うん、どういった。ごめんなさい。<laughs> ご,めさいごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。お披露目できるということで、と <laughs>、うん、いうことですね、が、はい。 いや本当にその最初も話しましたけどその何とか東京国際映画祭にお世話になってて去年も一昨年もそも新作のお披露目の場としてえ作品を選んでいただいてすごくありがたいことだと思っていてであの今回もその変なプレッシャーじゃないですけどまた来れたらと思っていて本当にこう作品が出来上がってここに来れたことはすごく光栄ですしまた、 映画祭あと国内での,その興行とかその劇場公開もそうですけど海外の映画祭だったりとか海外でこの映画がまた見てもらえてであのお二人のファンもそうですし映画のファンになってお二人を知った方たちがお二人の活動に戻っていったりとかそういうことが起きるとすごく幸せだなと思っていいまますすす、はい、そううですねありがとうございます本当にもうたくさんの国のいろんな方に、ね、ご覧いただければと思います。 乃木坂を卒業されて本格的にその女優として活動されていかれる上での,その覚悟のほどみたいなものをお聞かかせ願いますかはいあのー、卒業してから約1年とちょっと経ったんですけど卒業してそのやっぱ環境だったり心境で変わったことももちろんすごく大きいんですけど変わらないこともすごくあってやっぱりその自分にとってはその乃木坂で5年間活動してきた もの経験だったりとか出会ったものが今の自分の土台に大きくなっているなというのは感じているんですけどその今までの経験があって今の自分があるというのはもちろんなんですけどでも自分でこう今選んで本当にやりたかったお仕事をさせていただいているのでその5年間に甘えずにちゃんと地に足をつけてこれから毎日あの一つ一つお仕事に向き合っていきたいと思っています。 監督,でも監督はね乃木坂46さんのミュージックビデオも担当されたりしましたけども深川さんの魅力って監督からご覧になって、はい、やってやぱお会いしてその映画を作るっていうことになって最初に本をもちろん書いたりしたりしながらだったんですけどやっぱりお会いして一度話してより本を膨らませていきたいみたいな話をしてお会いした時の印象は本当にその役にも問いさわてますけどちょっとなんか火がないというかあのこう弱さを出さなかったりとか。 真面目すぎたりとか、あと逆にちょっと天然ぽかったりとか、そういう部分とかが本人の魅力だと思って、そこをやっぱ本人どんどん盛り込んでいったりとかっていう感じで作っていきました。やっぱりそのなんか真面目だったり気を使ったりする方だなっていう印象はあるので、多分まだ。 本当の腹の底を知らないみたいなのはある <laughs> いや腹の底がそれだと思うんですけど <laughs> もっとさらけ出した部分をね、ええ、知ったらまたより面白いかもと思ったりしてじゃあまたなんかお二人の共演でね次もその次もみたいな感じがね、はい、できたら楽しそうですけれども、ねはい、まずはまた山下さんと深川さんとのちょっと今のいろんなね会話だったりもこの後皆さんにはゆっくり楽しんでいただきたいと思います本当にあの貴重なお話をどうもありがとうございましたありがとうございました

はい、今センターだんだん戻ってますちょっとじゃあ手を振っていただきまして動画な感じを、はいさせていただいて、ありがとうございますはいはい山下さんも決まりすぎじゃなくて大丈夫です <laughs> 大丈夫です、ぽがらかなんで大丈夫ですあの赤いポーチがついてるあ,あの辺で、はいはい、柔らかい感じで大丈夫ですよ OK <laughs> です、いかがでしょうかはい、ありがとうございます そしてですね、本日実はワールドプレミアということで記念すべき皆さんに初お披露目、なんと10秒間だけ皆様の撮影も OK とさせていただきます。はい、じゃあもう行きますね。じゃあカウントします。まずはセンターです。ちょっと、はいまだ立ち上がってないのね。ウェイトね。OK。<laughs> なんかみんな日本人の方ただま、ね、みんなに、はい、ウェイトします。ウェイトしますよ。OK ですよ。 はい、皆さんその代わり SNS で拡散してくださいますかはいありがとうございます。いいお返事聞きましたじゃあきましょう109わすごいで車だ87それでは向かって左のカメラマンさんきましょう左の皆さん行きましょうか65あじゃあ向かって奥左奥行きましょう4向かって左奥です3はいじゃあ右中央21 はい終了となります皆様おめでとうございました <laughs> はい良かったですじゃあそれではね本当にありがとうございますお三方の皆様のおかげではいそれでは最後になりましたこれから本作をご覧くださるお客様そしてカメラの向こうで公開を楽しみにされているお客様にメッセージいただきたいと思いますそれではまず深川さんからお願いしますはい。 えっと今日このあとついに初めての上映ということで皆さんが見終わった後にどんなふうに感じてくださるんだろうと思うと今もすごくドキドキしているんですけどぜひ気軽な気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいですあの今日すごく台風近づいていてすごく雨とか風とかすごい強いと思うので今日は気をつけて帰ってください今日はありがとうございましたありがとうございます。 それでは、山下さん、お願いします。はい、えっと、まあ、この映画、本当に、あの、みんなスタッフ含め。本当に楽しみながら、そして、あの。思いを込めて、一生懸命作った作品だと思いますので、楽しんでいただけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。 それでは最後に今泉監督お願いします。はい、えー、っとたくさん映画がある中で今日この場所を選んでいただいて本当にありがとうございます。えっと本当に世界で初めてのお客さんになるのであの本当に楽しんでいただいてあの感想などあのみんな楽しみにしているのでそれこそ SNS もそうですけど SNS とかやられてない方本当周りの方にあの こう本当に口から口に伝わることとか人から人に伝わることって本当はそのネットで伝わることとかよりやっぱりすごく大きいので周りの人に本当に気に入っていただけたりあの何か感じたことがあったら伝えていただければと思いますあと映画ってそのテーマがあったりとかこういうテーマでこの話ですっていうような映画もあると思うんですけど自分はテーマとかはなくて見る人それぞれがあの自由に感じてもらえたらと思って映画を作っているので終わった時にあの皆さんがそれぞれバラバラの顔をしてたらすごく幸せだなと思うので何か感じたところがあれば。 嬉しいですまたあの今後も演画作っていこうと思うのでよろしくお願いしますありがとうございましたこれで舞台挨拶終了させていただきます監督キャストの二人をどうぞ大きな拍手でお見送りくださいありがとうございました